はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はイベキャラ覚醒をしていきたいと思います。まあ、覚醒システムがね実装されてから、ちょいちょい経っていますので、もうすでにね、覚醒をやられている方も、結構いると思いますけれども、まあ、改めて覚醒システムについて触れていきたいと思います。で、現在ですね、サクスペの方では覚醒できるキャラが、まあ、基本2キャラになってます。サイガか、スバルということで、まあ、ただねバージョン違いの方も、対象になってますので、まあ、厳密に言うと暗黒スバルとスバルとサイガになります。で、覚醒をするとどうなるのかと言いますと、潜在能力というのが、付加されます。まあ、今見てみると暗黒スバルの場合はスペシャルタックボーナスですね、まあ、2% ということになってるんですけども、これはレベルがありまして、最高レベルが10、まあ、上限 20% まで、タックボーナスが上がりますよというところになります。で、ちなみに SR だと1つで、 PSR になりますと、潜在能力が、ね、2種類つきますので、基本的には、まあ、PSR の方を覚醒させていくのがいいと思います。潜在能力についてはキャラによって決まってますと。で、あとそうですね、覚醒させるために、必要なアイテムがあります。まずは覚醒の鍵、これは共通してます、10個ですね。あとは、野手なのか投手なのか彼女キャラなのかによって、まあ、それぞれの極意が100個必要になりますと。で、この2つを使って、イベキャラを覚醒させて潜在能力をまず解放します。で、今度はまた潜在能力についてレベルを上げていく形になるんですけれども、まあ、それにねきらめきが、必要となってきます。まあ、まずはですね、てか PSR はサイガしか持ってないので、今回はサイガを覚醒させていきます。はい、覚醒、ほう、結構かっこいいという形で、サイガがまず覚醒しましたと。で、覚醒ボーナスが、スペシャルタックボーナスが 2% レベル1、練習効果アップが 2% というところになります。で、 PSR のサイガ、まあ、全然レベル上げてないんですけど、もともとが、タックが、ね、80% で、練習効果アップが35で 5% で、50で 10% プラス、35の固有がついて、多分ね15だと思う。で、多分15になって、そこから、練習効果アップ最大で20が、乗りますので、35までいくのかな。で、スペシャルタックボーナスについては80プラス20で100に、なりますと。で、まあ、あと筋力ボーナスもね、6あるので、まあ、いわゆるフル覚醒させると、サイガはかなり強いキャラに、変貌します。何よりねコツがいいよね、パワーヒッター広角打法固め打ちと、いう形になってますので、まあ、ぜひねサイガはちょっとどこまで上げられるか分かんないけど、今回、覚醒で潜在能力を上げていきたいと思います。で、潜在強化ですね。で、ここで、きらめきが必要になるんですけれども、まあ、ちょっと、個別で上げていくことになります。ちょっと練習効果アップからいきますか。これだと 72.9%、まあ、もちろんねレベルが上がれば上がるほどパーセンテージは下がっていくんですけど、絶対成功するってわけではありません。で、銀だと 97.2%、金だと 99.9%、 ただやっぱりねそのレアリティがあるんで、あ、ちなみにこれ絶対成功するみたいですね。いきなり 99.9% 投入するのはさすがにもったいないですよね。だってこれ 72.9% で上昇するんで、だからまずはここら辺、この2つでどこまで上げられるかっていうところだよね。 72.9%、どう消耗します、いいですか。ボーナススロットの内容は変化しないこともあります。ボーナススロットの内容が悪くなることはありません。そうだね、まあ、災害に関しては、ね、多分 2% 刻みで上がっていくんですけど、キャラによってはねレベルが上がってもなんていうの、そのそもそも内容が変わらないみたいなキャラがいたりするんで、まあ、上限解放とかもね、潜在能力で出たりするんで、じゃあ上限アップ上限アップ10つくかって言われたらやっぱりそういうわけではないので、潜在強化じゃあやっていきましょう。どうで、これどういう画面なの、
成功1レベルアップ。そう、これね、なんかね2レベルアップする可能性もあるんだけど、銅とか銀とか金とか関係あるのかな。まあいいや。でとりあえずこれで、レベル2になりましたと、練習効果アップが。だから 4% で、こっからもうすでにどんどん下がっていくんだよね。 34.2% でも 34.2% だったらさ、まだ銅でいけるんじゃない。ちょっとやってみよう。これ2つとかは成功した。2つとかは使えないはずなんで。でレベル312.5% が10個持ってれば1レベルくらい上がりそうだよね。こっちは 50% か。10個使うか2つ使うかみたいな。ちなみにこれは 87.5。 金で失敗するとね、なんだっけ、この1個戻るんだっけ、あのクリスタルみたいなのが、1個失敗するとクリスタルが1個増えるんだっけ。で20個になるとあのプラチナのきらめきが手に入るみたいなことが書いてありましたね。じゃあどうする。ちょっとそんなにいっぱい持ってるわけじゃないんで、今日 50%、まあ、4個あるから。上がれ、げ上がった。なかなか成功率いいな自分の中ではね。で次 2.7% はもう厳しすぎでしょう。 21.6%、65.7%、 はあはあはあという感じになりまして、じゃあそもそもあときらめきってどうやって手に入るのということなんですけれども、これはまあアイテム変換、イベキャラを使ってきらめきを手に入れることができます。レアリティがね高い方がいいんですけども、ちょっとまずは SR から見ていきます。で大事なのはですね、キャラのレベルですね。キャラのレベルが高いほど出現割合というのがいいものが出やすくなります。今これ東条のレベル1なんですけども、まあカラスマのねレベル1も変わんないです。でこれが一応35をちょっと見てみますが、35って誰かいる？あ、いた、ヤバイくんになると、銀 72.5、 金 27.5、 さっき、あ、福水がいるじゃん、銀 89.5 から銀 72.5 になって、金が 10.5% から 27.5% に上がります。で45にすると、ちなみにねプラゴで、プラゴだと45までいくんで、45にすると 32.5% ですね、金が。じゃあそれをレベルを上げてからやるかって言われたら、 SR に関してはどうだろうね。結局さ、35まで上げるのに金ゲドウ10個必要なんですよ、だいたいね。金ゲドウ10個使って 10.5% が 27.5% 出ない確率の方が高いよね。だから SR に関しては、まあ、持ってるそのまんまのレベルでいいと思います、俺の感想は。で、PSR に関してはね、ちょっと違くて、サイガがレベル1なんで、ちょっと見てみると、銀 68.5% の金 31.5% で、普通にプラゼロでもレベル40まで伸びるじゃないですか。まあ福水くんですけども、レベル40まで伸ばすと銀 10% の金 90% になるんですよ。だから PSR に関しては、まあ、ゲドを突っ込んでプラゼロだったとしてもレベル40まで上げてからやった方がいいと思います。でちなみに50になるとどうなるのかっていうと、登場とかね、メガネ登場50なんで50までいくと、まあ、100% になりますというところです。でもさ、例えばさ、俺2人持ってるかって言われたらちょっと微妙なんだけど、あ、いたいた、サトリちゃんが今2人いるじゃないですか。仮にサトリちゃん2人ともいらねってなった時は、これを40にしてこれを40にして、まあ、2個手に入れた方がいいんじゃないかなと思います。まあそんなところ。ちなみにね、 PR を見てみると、 PR はね5体必要なんですよ。でそうすると5体突っ込むことになるんで、平均レベルがいくつかということで、ちょっともったいなかったんですけど、PR のねプラゴを1体作り出しました。プラゴっていうか、プラゴじゃなくて35を1体作り出して、プレミちゃんですけれども一番上にいたから、銅が 35% で銀が 64%、 金が 1% なんですよ。でちなみにこれね、あの1レベルだったとしても金の割合って変わらないんで、
で35を5体揃えたところで 35%、64%、1% なんですよ。でこれ1体選ぶでしょ。で2体目を選ぼうとすると平均レベルが下がるんで、35%、64% が 52%、47% になります。でまた、3体目を選ぼうとすると 58% の 41% ということ でこれじゃあ35で全員揃えたところでちょっと全解除35の64なんですよ、まあ、だったらもういらないキャラポン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 と5体、レベル1とかで突っ込んじゃっていいと思います。で R については10体必要で、さらにねパーセンテージが下がると思うんで、まあ、RPR は確実にゲドを突っ込んでまでやる必要はないですね。で SR をどうするかって言われたら、まあでもそれでも 30% いかなかったもんね。35にしても 27.5% だからまあ SR に関してもゲドを突っ込む必要は自分はないと思います。本当にマジでこいつすげえ覚醒させたいっていうのであればいいかもしれないけど、10体使うからね金ゲドで、それでなんていうの銀だったら結構悲しいじゃないですか。だから基本的には PSR を40にして、まあ、いらないキャラが出たらね、まあ、この中でいくと誰がいらないかって言われたら、まあ、六本木とかね、もうすでにロックが外れてるから、まあ、今はレベル1なんで、金 31.5% ですけれども、40レベルにして、金を90にして、まあ、きらめきに変えちゃうっていう方向ですかね。まあ、そんなわけでとりあえず、イビキャラのシステムについては、こんな感じになります。じゃああとは、まあ、いらないキャラ、ボックスとかに寝振ってるんで、それをきらめきに変えて才賀を上げられるところまでちょっと上げていきたいと思います。はい、じゃあちょっときらめきを集めてきまして、銅が14個、銀が17個、金が8個ですね。まあ、こっから先がね本当に潜在能力解放の闇と呼ばれるところで、どうしようか。 21.6%、 17個ね。ちょっと先にこっちをちょっとやっちゃおう。タックボーナスの方 72.9、 はい、で成功、いけるとこまで行こうって言っても2レベルくらいだよね。 34.2 だから失敗。これ R10 体失ったと同じだからね。これで R20 体でしょ。いらないキャラだからいいんだけどね。ゲ成功しねえ。ここはちょっと通したい。うわマジか、ここは銅で通したいんだよな。よし OK で3までが限界だよね、どう考えても。12.5 か、限界ではなさそうだな。大量に集めればいけそうな気がする。4が無理か、 2.7% だから、まあいっか、これでアルブン使っちゃう。てかね、本当は俺先駆け用に残しときたいっちゃ残しときたいんだけど、まあせっかくなんで災害には使っちゃいましょう。 12.5、 8個あって通るかどうか。通りそうな気もするし通らない気もする、なんか微妙な数字だよね。6、4、マジか、3、2、残り1個。通った、最後の最後で通った。では、4レベルから5レベルにする方ですね。これどうしようか、練習効果アップの方がいいかな。 21.6 か。銀か、銀はそれなりに貴重だからな。55くらいにはしたいよね。で55で止めとこう。これ10とかマジ無理だな。1回目、あ間違えた、2回目。3回目。
4回目5回目これを永遠に繰り返してやっていくのか。SR ももう突っ込んできたからね。 PSR はね突っ込んでないんすよ。マジで成功しねえな。あと8個か。何個あったっけ。10個使ってなんか1個くらい成功してほしいよね。あ、成功した。あ、2上がった。すげえラッキーだこれ。突っ込んだ甲斐があったな。それを考えるとまあまあだね。運よく2上がりました。練習効果アップの方が。で、こっちはじゃあ金使っちゃいますか。せっかくだから。で、金は失敗してもなんか変なクリスタルのカスみたいなのになるんで 65.7%。 あ、成功した。で、ちなみに練習効果ってプラス1上がっちゃってるじゃないですか。 10% か。あ、でも 10% あんのか、レベル6で。じゃあ 48.8 か。あ、とりあえず56になったんで、サイガは止めときます。もうちょっと先駆けくんをね、解放していきたいんですよ。覚醒キャラの対象になった時に。なので、ちょっとサイガは一旦このくらいに、とりあえず今のところは止めておきたいと思います。まあ、ひたすらこれの繰り返しだよね。なので、いらないキャラがどれだけあるか、その PSR、まあ、SR の。で、それをどれだけきらめきくんに変えられるかどうかというところが、解放の闇になりますので、まあ、こんな感じで、頑張ってあげていけばいいと思います。なんでね、そう何人もね、あげられないんですよ。だからね、キャラを絞って、やっていくのがいいと思います。まあ、そんなわけで、今回は覚醒をやってみた、動画になりました。今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。